しよっと。賢く恵まれた才能を持つ少女は泉州の名士二人のもとに弟子入りし、臥薪嘗胆の末ついに驚くべき技を身につけた。あ、今いいところなのに。うち、なんか熱があるかも。もろもろは俺が背負う。元老、俺を止めるにはこれだけでは足りない。隙だらけだ。俺は俺になる。同天陰月総理よう注がん。そこないと。あ、大丈夫だって。いてー。魔剣傭兵剣道は準備万全。まだあがくつもり？演武天礼、そんなのどうでもいい。でも勝者に贈られる宝剣だけは絶対に。でも私、玉緑串が食べたい。どうした、まだかい？好戦的だね。今時の和光やはり甘すぎる。とは陛下のごとく一曲の中で戦闘バンクする。はい、師匠。我ら軍師軍、雲がごとく空を覆いて戦州を守らん。はい、師匠。はっけしまう。軍師軍は武器を離さず。だが君はまだ子供で軍師軍でもない。気合がみなぎっているね。手合わせするかい？二人ともいい戦いぶりね。私は探偵師に薬を求めに来た病人で、通りすがりの観客ってところかしら。私ってラフでも結構有名なのね。大将将軍？その呼び方ちょっとうぬぼれすぎじゃない？ダメダメ、悪意なし敵なしの三武将軍ってね。この称号の方がいいと思わない？ウンリー、腹が空いたのか。食事をしたらまた剣を溶かそう。剣木再生の顛末については大木である不言殿から一連の報告を受けている。わしはお前さんを信じよう。時は風のように過ぎ去る。旅前の訓戒は未だ耳元で響く。その道を貫け。その誓いを忘れるな。世の流浪者に根を張る場所などない。だが君の約束を見届ける両目は必要だろう。
演舞台で勝負する予定だったラフと主命の将軍の皇帝がなぜか協力して弟子を取ることになったと聞きましたが、噂は本当だったようですね。何笑ってるんですか？君の毛だって桃色じゃないですか。強法館を見に来る人は意外と多いんですね。詮索するのはやめなさい。今の君は自由の身なのですから。ここで宦官たちに何か企んでいると思われたら数百年の懲役を食らうことになりますよ。町にいる雲気軍が警戒を強めているところを見ると、あの将軍もこの道理は理解しているのでしょう。好きなものをたくさん食べるなら、夕食は何にしましょうか？何を見ている？空の上だろうと水の下だろうと、脱出するのは簡単だ。仮に捕まったとしても、数日後にはまた俺の顔を見ることになるだろうな。得体の知れない薬を飲むつもりはない。おかしい。収容物の二次検査はしてないはずなのに。緊急事態発生！無免支援命令！緊急事態発生！無免支援命令！妖精の死者は？お姉ちゃんはまだ生きてるよね？え？違うけど。お姉ちゃんだ！お姉ちゃんの魂は今も頑張ってる。もう守って、倒してはいけません。はじめまして、私は節意と言います。獣王子サジブの命を受け、ここでお二人を待っていました。はい、面会の申請は承認されました。ここからは私が案内人を務めます。重罪人に面会する以上、すべての規則があなたたちの安否に関わります。やっぱりお仕事はやめよう。どうせ私がいなくたって。見えない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 。俺様山頂。羅針盤が指してる方向って、まさか。今日の体力訓練はここまで。こんなの始まりが過ぎねえよ。食ってやる。階段で根性を鍛えたいって言ったくせに、自分の初出勤の話だろ。そこまでビビるかよ。おい、シャキッとしろ。お前にはまだまだ俺がいるじゃないか。才能？あの二人がいなければあなたはとっくに死んでいたわ。星槎を盗んで飛んだ時は楽しかったでしょうね。でも忌み物に囲まれた時はどうだったかしら。ええ、30年前、あなたは妖精の星宮軍の先鋒で、私はラフの水行への飛行士だった。でもこうして再会した今、あなたは将軍になって、私は飛ぶことを諦めているなんて、そう考えると本当に時間が経つのは早いわね。あらあら、どうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。残念。もっと観察したかったのに。王城の恩恵を受けたんですもの。
壊滅の祝福に耐えられるのも当然だろ。先週の将軍様をボイドレンジャーに変えたらラフで再び乱闘が起きるだろうか。そんな壊滅は実に楽しみだ。よくやった遵守の将軍。だが失ったのはわらわが作った肉親でしかない。果たしてお主はいつまで持つだろうな。泉州が壊滅する日はすぐ訪れるぞ。遅刻だ大木様。私トラブルなの。もう、お、ほら、ポン、チー、カン、ほら、我が願いは満たされたり、もう心残りはない。おい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。紳士来る天落下つ委員すべてに定めあり、方眼に映る景色は必ず実現する。過去諸言がそのくらいにあれば、ふっ、私にとって未来は手中にあり、感化のごとく世の万物に放りあり、きっつい教皮人事をなす。泉州地平には三つの注意事がある。火事、窃盗、仲間、下品だが将軍の言葉も一理ある。どう思う静寂。無味をまといて魔音に落ちる。三尺の方々を手に心の間は切れない。この剣を心として己を断つ。700年前も我らはここで談笑し競い合い、意気揚々と未来を思い描いた。あの時の通人の姿が未だ目に浮かぶ。永遠に。夢はいずれ覚め無双する。乾杯。乾杯。もう王政、眉間にシワができてますよ。陰月も笑って。いつまで逃げる気だ。行く。いくら正解が広いとはいえ我らとは関係ない。リュウソンの伝承は永遠に続くもの。誤解のごとく万世の。いや、リュウソンの生まれ変わりとしてそなたは世の影、前世の財宝を今世で償うの。一族の律に背き伝承を断ち、栄光の灼熱へ帰り下脱に至らぬ。ならば振り向かずここから去れ。剣術の修練はただ進むのではなく、日々精進し切磋琢磨するもの。だから先生、もし暇なら相手になってくれない。ラフ運気行営元凶、ご指導よろしく。you
は先週の舞に使うもので、あとはお前らに任せたぞ。わかった、ケイちゃん行くよ。待った。もう最近よく変なことが起きるよ。この私を守るって言ったじゃん。本気憲法じゃ切れないことも切れないよ。今何か通らなかった？大丈夫？私がいるんだから。では失礼して自己紹介を。私はラフ探偵士の師弟レーサと言います。実は構造士から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにしたというわけです。これが貨物ですか？いいか、検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。止めてください。暑さにやられんようにな。薬膳、療養、それでもダメなら薬じゃ。キャラル様、見つけたぞこちら。またか。なんで毎回バレるのじゃ。なんじゃ、弱すぎるぞ。じゃが殴ろうとも水浸しにしようとも病を治せれば名医じゃ。見せてやるぞ、氷炭の中の薬を。みんな下がれ。これを飲ませて奴を横たわらせるんじゃ。奴らを横たわらせるんじゃ。この剣で葬ってやろう。ご承にまみれ、俺の罪をよく取れたものだ。貴様が罪業を償うまで。